はい、どうも、うみです。本日は、白百合遺恨というゲームをやっていこうと思います。はい、今回は和風のね、ゲームをやっていこうと思います。私にしてはすごく珍しい雰囲気のゲームなんですけども、このゲームはね、ちょっとしたね、血の表現とか暴力的表現がね、ある、ヤンデレ要素があるのかな?らしいので、ちょっと苦手な方はご注意ください。私はすごくそこが楽しみでね、やってみようと思いました。はい、初めから。もうめちゃくちゃ絵綺麗なんだよな。ゲームプレイに関してのお願い。このゲームを実況動画に使用する場合は、ゲームに同梱されたリードミーテキスト、はいはい、またはゲーム紹介ページに記載されている規約に目を通し、規約を守っていただくようお願いします。はい、ちゃんと読んできました。ルールは守ります。じゃあやっていきましょう。あ、ここに書いてるね。暴力表現、血の表現。軽度のホラー表現。すごく楽しみ。軽度だからそんな怖くないよね。なんか、すごく美人な二人いるんだけど。主人公白畑立花の性別を選択して、そう、このゲーム、なんかね、男性女性が選べるらしくて、男性を選ぶと BL で、女性を選ぶと、男女の恋愛になるらしいんですよ。性別はゲーム途中で変えることはできません。あ、で、一部のセリフスチルが、ちょっと変わってくるって感じね。両方見たいけど、まずは、ま、男性から行こうかな。はい。めちゃくちゃかっこいいんだけど。主人公の性別を男性で始めてよろしいですか?カップリングは男かけ男になります。もちろんよろしいです。もう両方見たいけどね。ちょっとまずは男同士で。シナリオ内で得た資料を確認できます。全2種のエンディングを回収すると、記録する続きからゲームのセーブ&ロード、あ、はいはい、ここの説明してくれてるわけね。ありがとうございます。全2種のエンディングね。了解です。1日ごとに、1から数分で読める短いシナリオを読み、ゲームを進行します。1日終わるごとにこの画面へ戻ってきます。7日目に入る前に記録推奨。はいはい、7日目に入る前ね。エンディングは2種類。おまけ部屋とかもあるんだ。じゃあ、なんか始めちゃった。あ、お母さん、なんか今時じゃないこれ。あれ和風系だと思ったのに。すごいスマホなんだけど。お母さん、あ、リカ、今電話できる?これタイムスリップ的な?大丈夫。今ちょうどおばあちゃんの家に着いたとこだから。しかし、本当に何もない田舎だね。コンビニもないなんて驚いちゃったよ。まあまあ、お小遣い上乗せするから我慢して。お母さんも出張終わったら、まとまったお休みもらえそうだから。あ、なるほどね。おばあちゃん家に行くお話って感じなのか。私完全になんか、もうね、なんか過去の時代のお話かと思ってた。うん、それはいいって。とりあえず片付け進めとくね。かわいいお母さんのアイコン。おばあちゃんが亡くなって1ヶ月?俺は大学入学前の長期休みを利用して、おばあちゃんが長年暮らしていた家の整理をすることになった。はいはいはい。そこで出会うの?あんなイケメンと。本当はお母さん一人で来る予定だったのだけど、なんでも会社の人が急に体調を崩したということで、提示された、お小遣いに釣られた自分がお母さんに代わって一人で片付けに行くことになったのだ。広そうな家だね。と言っても、自分はおばあちゃんの家に行くのは初めてだ。おばあちゃんは体調を崩してからずっと東京の病院に入院していて、この村に帰ることはなかった。それ以前もお母さんや自分がこの村に近づくことをひどく拒絶していたように思う。そんなこんなで長距離バスと、巡行列車を乗り継いで、初めて訪れた村は自分の想像以上に寂れていた。ようやくたどり着いたおばあちゃんの家は幸いなことに綺麗に片付けられていた。自分が言いつけられた仕事は捨てるものを一室に集めて空いた部屋の掃除をすることくらい。それでお小遣いもらえるの超いいですね。これなら予定していた日程よりももっと早く東京に帰れそうだ。さすがに何も娯楽がない田舎で一人きりで過ごすなんてつまらない。腰きゆかしいちゃぶ台に、行儀悪く肘を立てて、ぼんやりと考えていると、窓の向こうの小さな山が目に入った。これといった特徴もない田舎の山、なんとなしにその山を眺めていると。現れた?は?え?爆発?あ、赤い光が目に入った。爆発じゃないか?山中の、神社で祭りの電飾の準備でもしているのだろうか。それにしては光がやけに強く感じる。めちゃめちゃ爆発してるように見えるけどね。取り立てて気にすることでもないはずなのに、なぜかその赤い光に目を惹かれてしまう。そしてその不可思議な光は夕方になっても夜になっても消えることはなかった。うわぁ。私だったら絶対に行けないな。怖いもん。記録する。一応記録しとこう。はい。
あ、なるほど。まれに0日目、1日目って増えていくんだ、こんな感じで。え、面白。すごい。新しい、なんか。こんな感じで、1話、1日目ずつが短い内容なんだ。捨てる雑誌はこっちで、服はお母さんに聞いてから、で、家電は全部処分と。お母さんに言われていた通りに処分するものを一室にまとめていく。昼ご飯を食べてから黙々と作業を進め、気がついた時には日が暮れかけていた。あ、またずっと光ってるのか。一段落して窓の外へ目を移すと、昨日と変わらず山には赤い光が灯っている。作業の合間にもチラチラとあの赤い光が視界に映って、気にかかって仕方ない。一体何をしているのだろうか。気にしないでさっさとお風呂に入って明日に備えた方がいい。そう思いながらもなぜか気になってしまう。どうせ暇だし少しぐらい散歩してきてもいいよね。すごい冒険家だね。絶対私いかんて。気がつけば赤い光に誘われるように玄関の引き戸をくぐり山へと足を進めていた。が絶対いるんでしょ、なんか謎の挑発イケメン。白髪挑発イケメン。あ、神社だ普通の。あれ、え、山に灯る赤い光を目指して石段を登ってきたというのに、その先には錆びれた、社殿があるだけで、なんて読むけこれ、電飾などの光も人の姿もなかった。おかしいな、ついさっきまで見えてたのに。独り言を言いながら念のために周囲を見て回ろうとした次の瞬間。よう来たな。ほー、イケボ来た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 、イケボ来ました。俺の体は背後から伸びた白い腕にきつく締め上げられていた。な、い、痛い、離してください。ギャー、変態、助けておまわりさん。いいね、このノリ。あれ、え、進めない、え、あ、これ選択、選択肢ね。あ、だからセリフかと思ってた。びっくりしたかと思ったから。どうしよう。ギャー変態助けておまりさん。ああ。堪忍ね。久方ぶりの人間やから力の加減ができんかった。人間じゃないのね君。人間じゃなさそうだけど、確かにこの見た目。神様？へ？こんな田舎になぜコスプレイヤーの方が今日ってここでコスプレイベントあるんですか？これも選択肢か。今日ってここでコスプレイベントあるんですか。まあそんな感じになるよねこの見た目。コスプレいうのは当世の仮装のことやろ。この姿がまがいもんに見える。イケボー、めちゃくちゃにイケボー。わしはこのお山に住む白蛇の神様。あーぽい、なんか白蛇様っぽい。イケメン、白蛇ってね、なんかイケメン、よくイケメンに描かれない、そういう神様って。蛇系の神様。あ、やばい、この人危ない人だ。せっかく来やはった花嫁さんに、その前に露骨にいぶかしがられると悲しいな。花嫁？花嫁？もしかして自分のことです？もちろん、あんたさんがわしの花嫁やろ。なんでなんで？はい？断じて違いますが。ああ、お迎えの光が見えたさかい、わしのお山まで会いに来てくれたんやろ。ああ、花嫁じゃないと見えないみたいな。光ってさっきの赤い光のことですか？ここに来る前に消えちゃいましたけど、お迎えっていうのは。昔から弥生の頃に入ると山にお迎えの光を灯してわしと波長の合う子を呼ぶんよ。その子がわしの花嫁。なるほどなるほど。だからね。まずいよ、設定とかもちゃんと練ってる系の危ない人だ。なんとかやり過ごして家に帰らないな。もうこんな風に言われてる、なんか悲しいな。すみません、あの、本当何言ってるかわからないんです。それに花嫁花嫁って言ってますけど、俺男ですし、そういうのちょっと無理ですし。おもろいこと喋るな。神さん相手に性別なんて関係あらへんのよ。なるほど、別性別ないってこと。じゃあ神様は、おの子でも目の子でもなんも心配せんと嫁に来てな。心配はする。そういう話じゃなくて、とにかく俺家に帰らないと。ああ、もう苦労なってきたね。今日はもうお家にお帰り。すんなり返してくれそうで助かった。てっきりもうしばらく変な話に付き合わされるかと。苦労て足元危ないな。どれ、わしの大事な花嫁さんに無事にお家に帰れるお守り
あげような。優しい。腕出して。優しい。あ、なんか可愛いブレスレット。これは？いつか来やはる花嫁さんのことを思って、わしが大事に編んだお守りよ。さあ、足元に気ぃつけて、もう帰り。あ、もう好き。もう好きです、神様。めちゃくちゃいい人じゃん。心配もしてくれてね。ちゃんと家にも返してくれるし。不思議で変な人だったけど、悪い人っぽくはなかったかな。明日もう一度行ってみようかな。もう好きじゃん、リッカも。え、もしかしたら本当に自分のことを神様と思い込んでいる変人なのかもしれない。会いに行かない方がいいのかもしれない。ひどい言いようだな。けれどどこか浮世離れした彼の雰囲気に興味を惹かれている自分がいた。ああ、もう考えるのはやめよう。どうするかは明日の自分に任せよう。そう思いながら布団へ入り込んだ。はいはいはい。お、いいねいいね。はい、次2日目。はい、なんか7日目前にセーブ推奨って書いてたよね。7日まであるのかな。翌日、俺はまた山中の神社へ続く石段を登っていた。あんな変な人に進んで会いに行くなんて自分でもおかしいと思っているけれど、何もつまらない村だと思っていた場所に唐突に現れた自称神様に興味を惹かれているのも真実で。あー、今日もおはようございます。花嫁さん、昨日はちゃんとお家に帰れたみたい。帰れました。あなた様のおかげです。おはようございます。昨日はどうも、今日はこのお守りを返しに来たんですが。花嫁さんが持っといて。神さんが直に編んだお守りなんて貴重なんやから。へえ、また神様ムーブが始まった。いつ信じるんだろう。どう見ても人間なんですが、神様というにはマイペースすぎるが、どう見ても人間なんですがにするか。ヘビー要素確かないもんね。こんなに神々しい人間おるわけないやろ。ほら、もっと近くでよう見て。ああ、そんな、いいんですか。ああ、実家借りました。神様ってことでいいので離れてください。急に顔を近づけてくるから男同士なのに照れちゃったよ。ちょ、そのスチルとかな欲しいな。こっちの気も知らないでニコニコしてるし、ちょっと話題を変えたい。ああ、そういえば神様の名前はなんて言うんですか。あれ、名乗ってへんかったか。わしは白百合って言うんよ。白く言うで白百合。いい名前、白百合。名前呼ばれるんは久方ぶりで。小そば百合は花嫁さんの名前も交換子な。交換子な？どういうこと？交換子なって。ああ、まだ名乗ってなかったんだ自分も。あ、自分は白畑立花です。うん、決体な響きの名前やね。まあ、わしは今まで通り花嫁さんって呼ばせてもらうけど。名前で呼んでほしい、立花って。その花嫁さんがどうのって昨日も言ってましたけど、そのあたりのことをもう少し聞きたいんですが。うん、昨日話した通りやよ。この村では昔神さんと人間が結ばれるお式があったんよ。いや、フルボイスっていいっすね。わしが山でお迎えの明かりを灯す。その明かりが見えた子を花嫁さんとしてわしと縁を結ぶ、そういうお式よ。やけど最近はお迎えの光を見ることができんもんばっかり。信仰心が足らんのよ。嘆かわしい。あ、じゃあ、立花は信仰心あったってこと？やから昨日、花嫁さんが来てくれた時は、嬉しかったな。せや、まだ神さんを信じるような心根の子がおるんやと。それが嬉しかったんよ。ねえ、こんなね、ちょっと古びた神社で一人ぼっち寂しいよね。確かにその昔から神様とか妖怪とかそういう話は好きですし、実在したらしてたら面白いなって思いますけど。でもぶっちゃけあなたは怪しいです。悪い人ではないと思うけど、神様のコスプレしてるお兄さんにしか見えません。正直者は嫌いやないよ。今はこないしてわしの話に付き合ってくれてるだけで十分や。やっぱ調子が狂うな。めちゃくちゃいい人だもんね。あ、笑顔素敵。おかしな人だけど、この人と話しているとマイペースな言動につい流されてしまう。そうしてしばらく二人でふわふわした会話を続けた。
さて、ぼちぼち昼毛の時間かな。あ、もうお昼か。今日はもうお帰り。明日もおいで、花嫁さん。花嫁さん、耳元でささやかれた。え、うん、はい。いやめちゃくちゃかっこいいんだけど、マジで。今日もあまり話せなかったな。気になることが多すぎて話足りない感じ。明日お昼を食べてから会いに行ってみようか。そんなことを考えながら旅行カバンの中からカップ麺を一つ取り出した。あ、かわいいあら、かわいい。唐揚げみたいなのもあったけど。お昼を食べた後、まだ整理が終わっていないおばあちゃんの部屋の押し入れの中身を確認してみることにした。中に入っていたのは古い布団や何に使うかわからないような道具の数々。その中で数冊の古い冊子が目についた。うわー、すごい古い本。こういうのって歴史的価値があるみたいな。捨てたらダメなやつかな。なんか書いてる。あ、ヘビいる。全然読めない。あ、ここだけわかる。文永6年。何時代だっけ。とにかくすごい昔の話ってことだよね。で、ここに書いてあるのはヘビ？もしかしてこれが白百合様だったりして。はあ、バカなこと言ってないで片付け進めよう。絶対そうじゃないの。まさかね。あんなマイペースでフレンドリーな神様いるわけないんだから。いるわけないことはない。神様だってね、いろいろ性格あるんじゃないの、それぞれ。じゃあ3日目、はい、ちょうど半分ぐらいかな。翌日、俺は昼昼食を済ませてから山へ向かうことにした。いくら田舎といっても鍵をかけずに出かけるのは不用心だ。家中の引き戸を閉め、玄関に回って鍵をかけようとしたその瞬間、来てくれたのか。視界の端に白いものが横切った。ん？おーるるる、本当の白い蛇だわ。なんだろうと目で追うと、ちょうどこちらと視線を合わせるように静止している白い蛇の姿があった。うわー、白い蛇とか珍しいな。すぐにどこかに去っていくものかと思っていたが、白蛇は庭先の隅で頭をもたげてこちらを凝視したまま動こうとしない。なんだか見張られているみたいで怖いな。小さい蛇だから襲われてもすぐに逃げ切れるだろうが、やはり少し気味が悪い。俺は蛇から視線を外し、足早に山へと向かった。あれかな、この神社街だと白蛇になっちゃうみたいな。この姿を保てないみたいな。ごめん、ちょっと喋ってたのにごめん、かぶっちゃった。花嫁さん、今日も来てくれてええ子やね。はい、こんにちは。白百合様急いで来てくれたんは嬉しいけど、家の鍵落とし忘れとったよ。気ぃつけんといけんよ。やっぱ家まで来てたんだよね。なんでですか。まるで見てみたみたいな言い方。せやな、花嫁さんはまだわしのことを自分を神さんやと信じ込んでる変人としか思とらへんようやし、一つ見せたるわ。俺、この窓からよう見てみ。窓？窓ってどこに？ん？何何何何その力？何ですかこれ？手品 VR？ これでちびっとは信じてもらえた。何何をしたの今の？わしはこのお山から動けへんからね。使いの蛇の目を通してこの窓から村の様子や人の営みを見守っているんよ。じゃあさっきの蛇をから見てたってことか、こっから。じゃあさっき自分が見た蛇が、にわかには信じがたいことだけど、この目で見てしまったからにはもう信じないわけにはいかなかった。あなたは本当に神様なんですか。せや、こんな田舎の山にたった一人で暮らしとる寂しい神さんよ。そんな人の花嫁ってもう花高じゃん。その後の自分はほうけたようにただ白百合様の話を聞いていた。昔はこの村ももう少し人口が多くて子供たちもいたとか、お山に住む白百合様のためのお祭りがあったとか、そんな昔話をたくさん。そして気がつくともう日が暮れかかっていた。早い一日が。花嫁さん、お日さんが沈んできたね。あ、もうこんな時間だったんだ。もっともっと話をしたいところやけど、お帰り。明日も寂しい神さんの話し相手になってよ。もう毎日行ってるよ、通ってる。はい、明日も必ず。
白百合様に見送られながら俺はキロへと着いた。その夜は布団に潜ってからも昼間に見た不思議な光景が忘れられず、興奮してなかなか寝つけなかった。夢みたいな嘘みたいな出来事だったけれど、目の前であんなに不思議なものを見せられてはもう疑いようがない。彼が本当にあの山に住む白蛇の神様だというなら、まだまだ聞きたい話は山ほどある。それに彼はあの山から出られないと言っていた。こんな田舎では若者と話す機会がないとも。それなら自分と話すことで退屈しのぎになるなら、それに付き合ってあげたい、そう思いながらまぶたを閉じた。神様ね、信じてたって言ってたしね、もともと好きだったって。じゃあ4日目、はい。いや、これはね、神様も嬉しいんじゃない。花嫁さん、今日も来てくれたんやね、嬉しいわ。めちゃめちゃテンション高い。こんにちは、白百合様。実はな、ちびっと不安やったんよ。あない不思議なもん見したら、花嫁さん怖がってもうて、もう来てくれへんのやないかと思うてね。あのちびっとって言い方めちゃくちゃ好き。そんな、びっくりはしましたし、今でも信じられないけど、怖がったりなんてしませんよ。優しいしね。はあ、花嫁さんは優しいね。すっかり気に入ってもうたわ。わしは大昔、人間たちは確か、応仁の乱って言うてたっけ。ああ、なんか習ったな。もう何も覚えてないけど。応仁の乱って500年以上昔じゃないですか。その言葉聞いて何年以上昔っていうの分かる。理科頭よ。そうそう、そんくらい大昔、京に住んでたんやけど、どうもあの辺りは騒がしゅうて住みづらくなってもうてな。それから白野に武蔵に越後、転々として最後にここ宇後の国に落ち着いたんよ。宇後の国。なるほど、応仁の乱の頃に、戦を避けて京都を出て秋田まで北上してきた。秋田なんだ。それでこのお山に、京を構えたと。そう、このお山をねじろとしてもらう代わりに、わしはこのお山から動けんくなってしもうた。はいはいはい。村の人間たちがやたらあがめてくれるもんやから、わしも悪い気はせんかったんやけど、ここ最近は若者なんて一人もおらへん寂れた村になってもうてな。やから花嫁さん、ほんまにわしは嬉しいんよ。またこうして人間と縁を結ぶことができて。まあね、だんだんこういうところって本当みんな巣立っていくよね、子供とかは。わし好みの可愛い花嫁さんと縁が結べてな。いや、めちゃくちゃ美人だったよね。可愛いって俺男ですよ。もういや、可愛かったよ君。めちゃくちゃ可愛かった。ああ、また近づいてきた。明日も明後日もずっとここに来てな。だから顔が近いんですってば。まあまだ少しこっちに滞在する予定ですし、明日もお話し相手になりに来ますよ。そうよね、いつか帰らなきゃいけないよねこれ。よろしくな。どうするの？おばあちゃんのお手伝い終わったらもう帰るよ。花嫁さん、花嫁さん。何？あ、はい。もう日暮れてきたね。寝てた？あれ、もうこんな時間経ってたんだ。まだ1時間も経ってないかと思ってた。すげえ、もう時間感覚遅いですね、すみが。また長いちゃいましたね。すみません、もう帰ります。ああ、気ぃつけてお帰り。せや、明日は朝からおいで。その方がもっと行さん話できるやろ。そうね、毎回今昼から行ってるからすぐあっという間って感じるから、もう朝から行っちゃえ。ああ、それもそうですね。そうします。じゃあ今日はこれで。さっき私なんか進み遅いって言ってたけど、逆だね。進みめちゃくちゃ早いのか。だからね、あっという間に時間過ぎちゃうのか。白百合様と一緒にいるとあっという間に時間が過ぎてしまう。白百合様の声が心地いいからだろうか、それともあのはんなりしたマイペースな喋り方に流されてしまうからだろうか。そんなことを考えながら、おばあちゃんの部屋に置かれた、フルタンスの片付けを進めていくと、古い手紙や絵葉書の収められた引き出しの奥、人置きは古い子供用の日記帳が出てきた。おお、なんかジャポニカ学習帳みたい。白畑椿、おばあちゃんの日記だ。
なんとなしに手に取ると日記に挟まれていたのか一枚の写真がひらりと畳の上に落ちた。お、めちゃくちゃ綺麗。おば、こっちおばあちゃん？これ誰だろう。古ぼけた写真に写っていたのは10歳前後に見える女の子と15歳前後に見える女の子。小さい子は嬉しそうな顔をしているけど、年上の子はなんだか曇った表情を浮かべてる。ああ、確かに困った顔してる。え、どっちおばあちゃん？明治42年。おばあちゃんのおばあちゃん。いや、もっと昔か？さすがに写真や日記は捨てない方がいいよね。日記の中身を読めばこの子たちの素性もわかるかもしれない。けれど今日はなんだかすごく疲れている。日記を確認するのはまた明日にして、今日は早めにお風呂に入って寝てしまおう。そうね、明日朝からだから。明日も朝から白百合様に会いに行かないといけないんだから。何あの写真は一体何なんだろう。5日目、早、もう5日目なんだけど。こんにちは。おはよう。あ、おはよう。ちゃんと言いつけ通り朝から通ってくれたんやね。ええ子。はい、おはようございます。ん？なんや、疲れてるようやけど大丈夫かいな。こっちに来たからカップ麺とか菓子パンとかそんなのばっかり食べてるから。あー、それはね、体壊すね。あとは毎日白百合様に会うために石段上り下りしてて疲れてます。ねえ、なんか神様の力でさ、登らせてくれない？そんならずっとここにいたらええのに。それは無理ですよ。ここ休める場所なんてないじゃないですか。そもそも白百合様ってどこで寝起きしているんですか？まさか奥のボロ、趣のある、社じゃないですよ。社かな、これ。せやね。わしらの寝床は人間の住む場所とは少しずれとってな。そちらには招かれんと入れへんのよ。ああ、なるほどね。異世界的な？本当に不思議ですね。わしの屋敷は立派やから、花嫁さんもきっと気に入ってくれると思うよ。行きませんってば。もうただでさえ毎日ここに来て家の片付けが進んでないんですから。難儀なことを押し付けられてかわいそうにな。そんなん他の奴らに押し付けたらええ。いや、そんなこと投げ出すような子じゃないよ、立花は。それよりもわしとここで話す方が楽しいやろ。なんかさ、ちょっと強引になってきてない？無理やりもうここに留めようとしてない？これヤンデレ要素もしかして。それはそうなんですけど、でもお母さんが来る前に片付け進めないと。ああ、でもそうすると白百合様とお話しする時間が減っちゃいますね。人の時間は世話しのうていけんね。もっとゆっくり過ごしてええんやよ、花嫁さん。でも約束してるから、ママと。うん、はい、そうですね。神様とお話できる機会なんてもう二度と来ないかもしれないんだし。そんでええよ。さあ、今日は何のお話しようか。すごい意気込んでた。さあって。あれ？え、嘘、もう夕方。え、なんかさ、時間の進みわざと早め、なんか神様してるんじゃない？ほんの数分お話してたくらいにしか感じなかった。何をお供えに慌ててるん？ん？なんか不穏になってきたね。その今日はあっという間だったなーって白百合様とのお話が楽しいからほんの数分前みたいに感じて、なんかその帰ります。花嫁さん、明日も必ずまた来るんよ。怖いよ。はい。なんか洗脳されてってる。何かおかしい気がする。今日は朝から白百合様のところへ出かけて、そして夕方までずっとあそこに。いつもみたいに白百合様に会って数分しかお話ししていないと思ったのに、体感時間が明らかにおかしい気がする。いや、しっかりしないと。白百合様とのお話に熱中しすぎているからこんな妙な感覚に襲われるんだ。気を紛らわすためにも片付けを再開しよう。そういえば昨日見つけたおばあちゃんの日記、挟まっていた写真を見ただけで日記の中身は確認していなかった。なんか書いてるのかな、白百合様について。あ、白蛇様、これきっと白百合様のことだ。なんか怖くない？このイラスト。ひいおばあちゃんが神様の話をしてくれました。村のお山には白百合様という蛇の神様がいて、私たちの村を守ってくれています。
ひいおばあちゃんは写真も見せてくれました。着物姿の小さい頃のひいおばあちゃんといとこのお姉さんが写っていました。お姉さんは少し悲しそうな顔をしている。あああれ、いとこのお姉さんとひいおばあちゃん、はいはい、このお姉さんが白百合様の お嫁さんになったと教えてもらいました。あ、そうなんだ。あ、だ、悲しい顔してたけど。え、じゃあ悲しい、あんま良くないことなのかな、お嫁さんになること。それは誰でもなれるわけじゃなくて、白百合様に選ばれないといけないそうです。ひいおばあちゃんの話は難しくてよくわからなかったけど、ひいおばあちゃんは泣いていました。そしてこのことはずっと忘れないように、今度は私が写真を持っているようにと言われました。ここに書いてある写真って昨日見た写真？じゃあ左の女の子がおばあちゃんのひいおばあちゃんで、右が白百合様のお嫁さん？お嫁さんがいるなら、なんで自分のことを花嫁さんなんて呼ぶんだろう？人間だからもう寿命で亡くなったとか？まあ、そういうことにはなるよね。今日は昨日よりももっと疲れてる。いろいろ考えたいことあるのにまとまらない。疲れた。もう寝たい。もう明日考える。な、考える力もなくなってない？なんかなんか、6日目がもうおかしい。何？どうしちゃったの？マジでだんだん悪い方向に行ってる感じする。花嫁さん、ぼーっとしてどうしたん？あの、昨日の日記の内容が気になるけど、すごく言いづらい。それになんで今日も来ちゃったんだろう。疲れてるし、家の片付けをしないといけないし、今日はやめておこうって思ってたのに。ほうけた顔も可愛らしいわ。これからも備えして、わしにいろんな表情を見せてな。いや、なんか怖い。あの、目を閉じて一回深呼吸して、言わないとしばらく来るのやめますって。それで家の片付けに専念して、お母さんが来るまでおとなしくしておこう。あの、白百合様。もう夕方になってるんだけど、まぶたを開けると周囲が夕暮れに染まっていた。さすがにやばいでしょ。今一瞬目閉じただけだよ。どうして？花嫁さん、白百合様、なんでこれおかしいです。花嫁さんは本当に可愛らしいな。新婚生活が楽しみやわ。あっという間に時間過ぎさせる能力とかあるの？おかしいです。だってここに来て1分も経ってないはず。でもあと少し足りへんのや。神さんやからきちんと順序守らんとな。何足りへん？なんで？どうして？そしたらずっと一緒にいられるんよ。楽しみやね。なんか神様とかって信じてる人がいないと消滅するみたいな、そんな感じの設定ってよくないっけ？だから立夏がいないと神様は死んじゃうみたいな。だから立夏を留めておいてるみたいな。花嫁さん、明日も必ず来。わかったね。いや、は、いやーやだやだやだ、立夏がおかしくなる。ふらふらとした足取りで家にたどり着いた時には日は完全に落ちていた。体は疲れ切っていて、すぐにでも布団に潜り込んでしまいたい。その気持ちを抑えながらおばあちゃんの日記に手を伸ばす。まだ何か白百合様に関することが書かれていないかと探しても、昨日読んだ箇所以外に気にかかることは書かれていなかった。いや、最後のページと裏表紙の間に貼り付くようにボロボロの紙切れを見つけた。何？あ、何これ？怖、呪いの人形？人型に見えるそれには読むことのできない古語の他に、両手両足、腹、胸、首の7箇所に赤い線が引かれている。え、怖い。これ、何？これが何を意味するのかわからない。けれど一目見て、内臓をぐっと押し上げられるような不快感がこみ上げた。絶対やばいやつでしょ。気持ち悪い。呪いの人形だもん。これは何なんだろう。何に使われていたものなんだろう。おばあちゃんは一体何をしていて、俺はお母さんを村から遠ざけたかったんだろう。え、もう、ダメ。何？限界だった。壁に手をつきながら寝室へ向かい、敷きっぱなしの布団に突っ伏した。気持ちが悪くて何も考えられない。考えようとしてもまとまらない。明日考えよう。明日。全部明日、後回しにしちゃってる。うわー、7日目がもっと大変なことになっちゃった。7日目やっていきましょう。もうめちゃくちゃまずい雰囲気ですよ。
翌朝、障子越しに差し込む日差しの眩しさに目を覚ました。昨晩の気持ち悪さが収まってくれたおかげで、だいぶ落ち着いて昨日までのことを振り返ることができた。何がどうなっているのか、白百合様が一体何なのか、完全には理解できない。けれど今の自分は何か取り返しのつかないことを進めてしまっているのではないか、そんな疑念が湧き上がって消えてくれない。絶対この村を離れた方がいい、そう思っているはずなのに。勝手に行っちゃうんだね。気がつくと窓から見えるお山に目を向けてしまう。明日も必ず来い。お山に呼ばれている。神様に呼ばれている。神様に抗うことなんてできないはずだ。おー、なるほど。ここでせんあれが変わるのか。向かうか。向かったら多分バッドエンドなのかな。ダメでしょ、向かったら。お山へ向かう。なになになに。気がつくと俺は玄関に鍵もかけず、手荷物を持たないままお山へ向かっていた。やばいじゃん。絶対正常じゃないって判断が。どう、なんで。石段を登るごとに周囲の木々の、葉崩れの音がひどくなり、雲が目まぐるしい速さで流れ、太陽が弧を描いて西へと傾いていく。もう夕方になってない。やばいよ。何。石段を囲う木々の合間に目をやれば、オレンジに染まった木々の合間に時折白い人影がゆらりと現れては消えていく。やばい人がいるじゃん。現実ではありえない、異様な現象を前にしても俺の足は止まらなかった。今頭の中を占めている思いは一つ、早く白百合様の元に行かなければならない、それだけだった。花嫁さん、よう来てくれたね。なんかイケメンと思ってたけど、もうちょっと怖いんだけど。なんで俺、なんでここに。違う、帰るつもりで帰ろうと思ってたのに、どうして。ああ、たった7日だけやのに、随分長を感じたわ。ほんまは順序なんてほっといて早う持って帰りたかったんやけど。違うんです、俺は白百合様の花嫁さんじゃ。今さら何言っとるの。花嫁さんは7日間自分の足でお山に登って、自分の意志でわしに会いに来てくれたんやろ。まあね、後半はちょっと違かったけど、前半は自分の意志だった。自分で選んでここまで来てくれたんやろ。違うんです、洗脳されてるんです。さあ、あとは花嫁さんが承諾したらしまいやね。何を。わしの元に来。自分を早い。なになに。勝手に選択する。勝手に決められたんだけど、びっくりした。肯定しかできん。そんなこと。決まりやね。ずっと独り身で寂しかったんよ。じらした分楽しませてくれるんやろうね。はい、何をされようと構いません。はい、全てを捧げて。うわー、もうダメじゃん。違う、俺はそんなこと望んでない。本当にわしの花嫁さんは可愛いな。前の女とは大違いや。これ姉かな、おばあちゃんの。あれはようなかった。わしがせっかく縁を結んだったのに、かたくなに拒みよるから。どうしたんやっけな。せやった、下の鳥居があるやろ、あそこにぶら下げて返したったんや。腹ん中の紐をこないにして首にかけたって。やばい、グロいグロいグロい。花嫁さんはちゃんとわしの言うこと聞いて、ええ子にしててな。やばい、行こうか。逃げられない。
花嫁さん、蛇の交尾いうのはどういうもんか知ってる？知らん知らん知らん、興味ない。やだやだ、やめて。100日目があるんだけど、もう100日間経ったってことがあるから、何これ、なんかバグってるって。もしもし、お母さん、リカ、あんた今までどこに？お母さん、いやそんなことどうでもいいの、お願いリカ帰ってきて。今どこにいるの？お金はあるの？ご飯は食べられてるの？ごめんなさい、謝らなくていいのよ。お願いだから帰ってきて。近くに誰か頼れる人はいないの？無理だから。警察も行けそうもない。場所が分かればお母さんすぐに迎えに行くから。だからリッカお願い。お母さんごめんなさい。いいからそのまま電話を切らないで。さっきから電波が悪いのか、音、それに何変な音、何か引きずる。もう帰れない。リッカ、リッカ、何、何が行われてる、はい、あっ、びっくりした、びっくりした。もう白石さん、急に現れるのだけはやめてください。めちゃくちゃ綺麗だけど。お母さんと最後のお話できてよかったな。うわ、もう今日はいい土産があるんよ。後で一緒に食べような。中の紐はこうしてな、立夏の部屋に飾ったるから。ほーら、可愛らしなった。待って、何この、なんかとんでもないおね、おぞましい赤い紐は何？え、立夏生きてるんだよね。なんや、お願い聞いてあげたのに元気ないな。まあええか、食事が済んだらまたお勤めの時間やから、それまではゆっくり休んどくとええ。神様、それでいいの？ああ、新婚、なんか新婚、神って書いてるけど、なんかね、あの普通新しい婚の新婚とかけてるのかな。うわ、エンドに、うわー、もう怖いって。この辺の赤いのが絶対なんかあれじゃないの、誰かの蝶みたいな。わ、赤い紐だらけ。立夏は白百合様と深く縁を結び、無事に嫁入りができました。年寄りしかいない寂れた村ではもう誰も白百合様に嫁ぐことはないでしょう。最後の花嫁として末永くお幸せに。ただね、おばあちゃんの家を掃除しに来ただけというのに。うわー、怖えー。はい、ということでね、一つ目のエンディング回収しましたのでね、今回ここで終わろうと思います。いや、ちょっと、ね、最初めちゃくちゃいい人、優しいとか思ってたのに、全然優しくなかったわ。